まずはスマホ1台から始めましょう。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは映像作りの楽しさをお伝えしています。今日はですね、高価な機材は一切いらない、あなたがお持ちになっているスマホ1台で撮影も編集してシネマティックに魅力的な映像に仕上げる、方法についてお話ししたいと思います。冒頭で見ていただいた映像なんですけれども、こちらの私のですねスマートフォン、これ1台だけでですね、近所をですね散歩しながら、撮影して、編集もして仕上げました。今やですねスマホの動画機能ってですね本当に充実していて、でまたその映像をですね加工するアプリというのも本当にいろいろたくさん出ててですね、もうスマホで動画を制作するなんていうのは当たり前になってきてはいるんですけれども、ここではですね動画制作初心者の方がですね基本をですねきちんと身につけてシンプルかつ魅力的な映像をですね作っていただくために心がけるべきことをですねちょっとこちらの項目でお話しさせていただきたいと思います。まずはですね自然を撮るということなんですけれども、何を撮ったら素敵な映像になるのか、何を撮っていいかわからないという方もいらっしゃると思うんですけれども、そういう時はですね花や植物を撮るというのは、大変おすすめです。やはりですね自然っていうのはすごく絵になりやすくてですね、近くにですね公園や森などがあったらですねそこに出かけてみてですねちょっと撮影してみるのもいいかもしれません。で私もですねちょっと近所散歩していて、近所に調整池があるんですけれども、季節がですね3月の終わりぐらいで、桜やですねいろんな花が綺麗だったんで、その花を中心に、撮ることにしました。あとはですねそのユニークなですねモニュメントや建物などがあったらそれを撮ってみるのも、いいかもしれません。次にですね撮影の際太陽光を意識するということなんですけれども、でやはりですね日の光っていうのはですねもう最高の照明でして、撮影するときはですねぜひお天気のいい日、またですね時間帯を狙って撮ることをお勧めします。でその時に、太陽がどの位置から出ているのかっていうのをちょっと意識してほしいんですけれども、特に葉っぱやですね枝の隙間からですねこぼれる、木漏れ日などを狙うとですね大変に印象的な映像に仕上がります。特にですねそういう映像というのはファーストカットなどに、使いやすくなってきます。ただですね長時間太陽を撮り続けると目を痛めたりしますので、その辺は注意が必要です。奥行きを意識するということなんですけれども、映像は縦横の平面な世界なので、例えばですね手前に花をですね引っ掛けて奥に、人が通り過ぎるといったですね、奥行きをちょっと意識してですね、撮ると、立体的な映像になるんですね。編集を意識しながら撮るということなんですけれども、様々なアングルで撮ってみる、目線の高さで撮るとですねどうしてもこう平凡でつまらない絵になりがちになってしまうので、例えばですね今回の場合で言うと低い位置から道端のですね花などをですね撮ってみたりとか、あとはですね寄りと引きをですね意識しながら、撮るっていうことも、重要です。編集の時に同じサイズのカットをつなぐとですねどうしても単調になりがちになってしまうので、寄りと引きのカットをですね取っておけばメリハリのあるつなぎ方をですね、作ることができます。でまた被写体にグッと寄るとですねこう迫ってくるようでとてもシネマティックで印象的な絵になります。カメラは、ゆっくりと動かしましょう。今回の場合ですね主に動かない被写体を撮っているので、そういう時はですねスマホをゆっくりと横に動かしていく、撮影用語でパンするなどというんですけれども、こうすることで退屈な絵にならなくなるんです。
ですね。で次にですね、短いカットをたくさん、撮るということなんですけれども、やはりですね、絵のバリエーションを増やすということにおいて、カットをたくさん撮ってですね、材料を増やしておいて、編集の時ですね、取捨選択して、より完成度の高いですね、魅力的な映像を作ることができます。ただですね、同じカットをダラダラと長く撮ってもですね、ほとんど使えないということになってくるので、まあだいたいワンカット平均 7,8 秒で、短く、たくさん撮っていきましょう。私もですね、今回30秒の、動画を作るのにですね、まあだいたい1時間程度、散歩しながら撮影して50カットほど撮っています。ですので近所を歩いてですね、気になったものは積極的にどんどん撮っていくことにしてください。テーマを決めるということなんですけれども、これはですね、事前に撮影に出る前に、何を撮るかを決めておくということをしていた方がいいかなというふうには思います。動画はですね、何を表現したいのか、伝えたいのか、必ず目的があって、作るものでもあるので、メッセージやテーマが重要になってきます。ただですね、そんな難しく考える必要もなくて、私もですね、今回の近所で撮ったこの動画なんですけれども、撮影前から別に決めていたわけじゃないんですね。何を撮ろうかとかっていうのは、近所を散歩していて、まあいろんな花がたくさん咲いていたので、じゃあ花にフューチャーした動画作品にしよう と、ぼんやりと決めて撮影を始めました。ストーリーを作るということもですね、ちょっと大事なことで、やはりですね、テーマやメッセージを伝えるために重要になってくるのが、ストーリーなんですね。で今回の30秒程度の作品であればですね、それほどこう考えなくてもですね、 BGM をつけてしまえば、まあ、ある程度見られる作品にまとめることはできるんですけれども、クオリティの高い、またはですね、5分以上の長い作品を手掛けてみたいとお考えであれば、必ずですね、ストーリーという要素は重要になってきます。でこれもですね、そんなに難しく考える必要はなくて、今回の動画でいうと、花のカットの他に散歩している自分のこう影のカットをですね、冒頭と終盤に、2カット入れてみました。こうすることで、散歩していて見つけた道端の花たちというですね、一つのストーリーが生まれて、何を伝えたい動画なのかっていうテーマが、見えてくるものに仕上がったと思います。以上、スマホ1台で、作れるシネマティックな印象的な映像の作り方についてお話ししました。まずはこれらを意識して、スマホを持ってですね、外へ出てみてください。この動画が皆さんが楽しく映像作りを始められるきっかけになれれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。